フィッシャーワールドカップ CT、まあ、ターンサイズ、まあ、基礎スキー大回りって書いてますけども、ラディウスが175で 15.5 なんで、まあ、他の175センチだとだいたい16から18ぐらいのが多いんですが、 15.5 ということで175の中では、まあ、ロングターン用とは書いてますけども、限りなくターンサイズが小さく出かけるみたいなところになります。で、まあ、このポールスキーって競技用のスキーはね、昔こう多かったんですけども、ね、で、まあ、小回り系のスキーは今少しこうキャップをするような感じになってきて、よりやっぱりトップから来る抵抗がなんていうかな、スピードがある分だけいろんな抵抗をもらうんですけども、直進性を壊さないように角度を作る。だからっていう意味じゃなくて、すごく進んでいくスキーかなっていうふうに感じましたね。まあ、最後のターンもね、15.5 でなんかすごい曲がるだけかなと思って、バランスが、まあ、滑っていて安定感絶対みんな感じてもらえると思うんで、もうちょっと速度上げたり急斜面行くとか。